はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ本当にありがとうございます。今日は前回のリベンジといいますか、思いのほかですね、ここのマセバタにある、キリシタン礼拝堂跡みたいなとこですね、がちょっと複雑な構造だったのと真っ暗で何が何だかだったので、また今日もですね、後藤館長お忙しい御身なんですけど、お願いして来ていただきました。さあ館長、今日はよろしくお願いします。はい、暑いですけど、じゃあ装備をバッチリで行きましょうかね。はい、足元も館長がなんかすごい切れそうなステンレスガムで貼っていただきました。ではではどうぞ。ではどうぞ。荷物が多いんで、これは首にかけるようにと思って紐をかけたい。あ、すごいな。ダブルカンテラじゃない、ダブルライト、これは、ランタン。あ、ダブルランタン、うん、すごいですね。いってらっしゃいって感じで、ここで写しちゃうばっかりじゃ悪いので私も行きます。もう行ってみましょう。結構水が溜まってる、うん、この間は水なかったんだよね。で、多分土日の雨は深くなるから。はい、 2.4。 え、ちょっと待って、そこまで 2.4 あ、本当だ、 2.4 2.4。 うわ、これどうやって降りるんやろ。ここにいな、こっちが来てみる。くぼみ、ここ見て、左側、手足をかける、くぼみがある。ああ、ほんとだ、うん、くぼみがある、ある。で、そこに手と足をかけて降りる。でも、そこは端ここに行くんだっていうの。はい、こっちな、うんうん、うん、これなんか、なんか釘打っちゃうんだ。ほら、あ、それにロープかけてたかな。入る。キャー、まあ、こういう具合ですね。こういう具合ですが、ちょっともうちょっと斜めに先端。そうなんですな。館長、専用操作。狭いの？狭い。狭い。めっちゃ狭いですか？穴、実際のここの天井の高さが2メートルもないわ。本当ですか？あ、ちょっと、うん、だって俺頭使えない。あ、そっか、地下に来ました。すごい、これ手掘りですよね。うん、そうな、手掘りで。でもそう、別に十字架とかあるようには見えんけどね。こんなところのくぼみがあるのは、これは多分ろうそくを置いたところだな。あ、そうでしょうね。うん、そういうとこね。溶血業界だよな。うん、なんかこう特に変わったものがあるわけではないな。なんかただ地下壕があって、うん、広さ的にはどれぐらいのか、4畳半ぐらいのか。3畳ぐらいかな、4畳半もないかな。4畳もないかな。3メートル、4メートルぐらい。そうですね、12平米なんですけど、4畳半もちょっと足りんか。いや、これ上にも何も書いてないのかしら。ああ、ここに何もなさそうで。あるとすればな、そこ上の、このまま見たときね、上の掘り込みがあったやんか、現状。あっちの方にあるんじゃないかな。ただここは隠れるだけやなってやろうかな。ここ釘を打ってる。うん、釘打つんだ。さっき上にあった釘と同じやろ。でもこれはあの当時の釘じゃないかな。あの時代ではない。うん、違う。それ何の釘か分からないけど、その後何の釘やろうか。館長、背が高
ないとちょっと災いするな、こういう時な。そうなのよね。あ、お決まりのゲジゲジがいますな。はい、ほらゲジゲジ、ゲジゲジ、お決まりのゲジゲジ。武田の洞窟の屋根もいるわな。はあ、釘なんか下にもあるの。何の釘なんやろな。向こうにもあるし。これでもなんかちょっと壁面が少し変わってません？うん、ただのあれかな、ただの亀裂か。どうやら、まあ、ここなんやらもんだよ。ここにほらいっぱいこう掘り込みがあるやろ。この意味わからんのよな。これは何でしょう。なんか石室みたいになっちゃう。古墳の石室どういうことなんやろな。この上にも住んでいたとか。いや、それはないと。あ、でもわからんな。でもこれ本当石室みたいですよ。上からこうね、石を置いて蓋をしたみたいな感じじゃないですか。本当な。うん、不思議。もともと古墳やったんかもしれんな。ああ、どうやろうか。そういうことも考えられなくはない。あの宮城の一文字はあれ元古墳やもんな。これなんか模様になってるのは、これただのカビ？うん、と思うけどな。のカビか。ここも。ここに穴が開いてる。うん。ただ穴入れるだけか。うん。ただ朽ちただけ。でも特に十字架とかないか。何もないですね。掘り込んでるものはないですね。もこれもな、そこにほら掘り込みがあるやろ。うん、それ上がるためなんかなと思ったよ。上に、うん、ねえ、なんかロープかなんか垂らしてて、うん、それを伝って上に上がることが。するとひょっとするとな、ここにそのどう言えばいいんだろう、ここに木のベッドとかできるかな。なんか板みたいなのを置いて、うん、でもそんなことしたらすぐバレるわな。地下が居室だったんじゃないかって話ですよね。うん、そうか。でここが礼拝堂っていうことですよね。でもここが礼拝の場所があったとしたら、うん、あの例えば武田の洞窟礼拝の祭壇があるよ、これ何もないやん。ここ祭壇はないですよね。でどこにその絵をかけたりが、うんうん、マリアさんを置いたりするかというとさっぱりわからんのよ。本当ですね。ああ、この掘り込みがこう登っているとしても一体どこまで行くんかわからんけどな。この掘り込みが謎ですね。そうなんよ。何のために。ここに 1,2,3 でこっちにまでほら。あ、本当だ。左右対称なんよ。ということはここに板を置いてベッドにしたんかなということも考えられんことないけどな。どうやろう。ここは祭壇だったとは考えられませんか。それももったいない。上の方に置いといて、うん、あるかもしれんな。へえ。お、落ちたね。嘘。ほんとほんと。ほんとや。あ、拾ってこんでかい。すいません。いいな。俺取り行こうか。え、いいんですか。うん、館長かっこいいとこを見せます。別にかっこよくはないけど大丈夫ですか。その折れません、パキンって。はしご、うん、いや大丈夫やな。すいません。ここに使えるかな。お尻がお手間取らせます。心の中でバカチン、アホチンって思うよやろ。すいません。いい神社のすること、そんなこと思いますか。ありがとうございます。よいしょ。今日の、ごめんなさい、今日の一番の見どころになってしまった。これではすいません。どれが祭壇なのかとか分からんかった。分からんな。なんかちょっと悔しいけど、うん、もうちょっとなんかこう明確な痕跡がな、うん、あるかなと期待はしたんやけど、うん、これだけ入り口もすごくって、うん、
きちっと掘ってあるのに、ただ一つ言えるのかな、かつて十字架とか掘ってあったのかもしれない。あ、それ削り取ったかもしれない。ああ、なるほどね、それ他のところにもあるから、はい、ここも後世に痕跡を残さないように、そうしたこともあるかもしれないよ。そういうのがありますよね。それが違うじゃんか、はい、この中も削ったかもしれないとか、なんかここの、ね、奥にかなり、ね、削り跡がありますよね。そうなんよ、ほんと言われてみると、もしかしたらこれ上からな、その絵とか聖画のを吊るしたんかもしれない、あ、なるほど、掘ったりしないで吊るしてね、それは考えられますよね。へえ。あとで殿町の洞窟でやってたけど、はい、あの外国語の文字があったとか十字架があったとか削られて削り取られたわな。なるほどね。だから同じかもしれんよ。そうか。館長ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。館長背が高い件首から上しか映ってらん、もうちょっとはい、そんな感じでお願いしますお疲れ様でしたお疲れ様。いやー、なんか思ったのとはちょっと違った感じでした、ね、あですね。まあ中でね、こうエコーがかかって聞き取りづらかったかもしれないんですけど、地下に行ってだいたい3畳ぐらい、そう3畳と4畳の間ぐらいかなの広さの地下室があって、でそこを掘ってるのこれぐらいの厚みでしたかね。あの、そうそうそう、岩盤、でその下にこう洞窟みたいなものがあったんですよね。そうそうそう、だから天井の高さそのもの 1.8 メーターぐらいなんだけど、その上のとの厚さが60センチぐらいだから2.4 になる、ね、2.4、そっか。でさらにその上もなんか謎でしたよね、あれがね、どうもそのキリシタンの洞窟礼拝堂というには説明がつかないような気がして、天井を見ると平たい石で天井を塞いでるので、もともとここは古墳だったんじゃないかなという気がします。そこから上がり口あるよね、それ上がったら今のところ真上に行くんやけど、はいはい、そうですよね、でももともと外からあの出入りできてたのを後になってあえて石で塞いだのかなという気もします。古墳だったのかそれともキリシタンのやつだったけど後で塞いだのかそれは分からない。じゃあキリシタンが古墳を リニューアルして使ったってこと？それはね、高台のも一つあるんですよ。あるんですか？実例があります、だから必ずしも、ね、否定はできないと思うんですよね。ああ、なるほど、そうか。そうだと古墳だったらもう あらかじめこう間取りができてるから使いやすいですよね。そうそう、なるほど、それはそれで賢いけどいいのか人の墓をって感じ今日もね、たまたま午前中、新しい資料が届いて、読んでたら、この、岡藩の特に文豪今の文豪のことが書いてあって、山中森林ですよね、山中の洞窟をたくさん掘ってそこを点々としたっても書いてましたね。本当ですか？あの牧師様じゃないけど神父さんが、神父さんが、宣教師、それが今のこの文豪の知る小畑町のこと。ああ、だってなんか増江畑に6箇所もともとそういうのがあったみたいな記述が残ってましたよ ね、でそのうち2箇所を地元の住民の方が整備したと、すごいですね、それ。すごい話と思いますよ。だからその武田の洞窟礼拝堂っていうのは、あんなこう五角形の形をしてね、綺麗な祭壇があるっていう、ああいうものは他にはないと思うけども、単純に布教するときに隠れながら神父さんが、山中で隠れすんだというところは他にもいっぱいあると思うんですよね。その中の一つこれでしょう。そうですね、すごいですね。まあ、ここからも出入りできるけど、そこの上からも出入りできたんじゃないかな。ちょっと後からそこちょっと上がってみようか。そうですね、ちょっと行ってみましょう、はい、館長背中に土が背中に土でしょ落として、いやもう落ちんわ、あの張り付いた土、あの乾いてない土やけん、私があのいらんフェマをしたけんな、2回行かんといけんなったです木じゃない、木あったね、その木か、あ、その木ですね、
ちょうど1匹になるからこのここらの下ぐらいになるじゃん。ほんと言われればこの高台だからな。昔はここに石の蓋でもあって、うん、それを溶けたら出入りできたんかもしれん。なるほど、うん、石の蓋とか木の溶いたとかでもな、うん、できると思うけど、うんうん、すごいな。これは今はちょっとヤブになってますけど、そうな、この下がこれ全部溶けてみたら何かわかるかもしれんけどな、その土とかもね、うん、でもかなり堆積してると思うよ。そうですよね、だって400年経ってるわけやから。そうですよね、うん、いや本当全部溶けたら石舞台みたいになっちゃったりしてね否定はできんと思う。そうですよね、うん、もしこう古墳やったとしたらなおさらそれはあると思う。そうですね、うん、うわちょっとびっくり。そうか、ここらにでも古墳があるとすれば、うん、その古墳時代ここらにその石室を作るような、まあ、それなりの身分の人が住んでたよな、うん、そういうことですよね、うん、いやそれ、まあ、当時 あの自治会長さんみたいな人そういうことか、うん、ありがとうございます。とりあえず今日はこんだけしか分かりませんけど、ね、はい、はい、ということでですね、館長と行くキリシタン洞窟、あ、礼拝洞窟、キリシタン洞窟の旅でございましたが、ね、うん、お召し替えもされてドロドロになってしまってお疲れ様でしたこれを見ると、近くの6畳ほどの洞窟、うん、でその地下の洞窟も6畳ぐらいと書いてあるけど、うん、まあ、さっきも言ったように実際6畳はないね。ないね、ちょっと狭いです、うん、4畳と3畳の間ぐらい、 3.5 畳ぐらい、ね、意外に狭い。まあ寝泊まり、一人が寝泊まりするぐらいだったらいいかもしれないけど、ね、本当にあれはただの古墳時代の石室やなかったのかなと思えるけどな。なんか本当不思議な形ですよね、うん、だから考えたら地下があり上があり、さらにその上があるっていう仕組みですもんね、うんうん、そうそう、特にあの上の掘り込みは、うん、さっき掘ったかどうかわからんけど、うんうん、上に平たい石をねこう2枚重ねて塞いでるから、もともとは上から出入りができてただろうと。でそれを人が侵入しないように石を置いたということやと思うね。そうですね、うん、なかなか、もっとなんかもっと明確なものがあるかなとは思ったけど、それはなかったけど不思議な作りでしたね。もしかしたらこれがキリシタン時代に使われたとしたら元は古墳の石室だった。それをキリシタン時代にこの、神父さんたちの隠れ家として使った。でそこに十字架とかあるいは英語というか外国の文字が彫られてあったかもしれないけど、それは禁教後に誰か削り取ったということは考えられますね。これは武田のキリシタン独自礼拝堂も全く同じなので、うんうん、そうですね、うん、ありがとうございました。まあ、でももしですね、このマセバタク他にもあと今1カ所しか知らないから、うんうん、あともう1カ所整備したところがあるらしいんですけど、なんかご存知の方がいたら教えてほしいですね。ぜひ教えてください。行ってみたいと思います。行ってみたいです。これは貴重ですよ。そうですね、うん、まあ、今ちょっとこうやって動画で残しておくとね、うん、まあ、後世の人が探したりした時に探しやすいかもしれない。そうですよね、うん、と思っております、はい。結構泥だらけになりましたけどね、はい、この人は汚れてないあんまり、ね、細いんでスッと入れた。何ということで最後までのご視聴本当にありがとうございましたそれではまた次回の豊玉散歩でお会いいたしましょう。後藤館長いつ出るかもわかりません。バイバーイ